よし、ホームラン2桁打ったら首縛りやっていきましょうか。留学生もいないか。外国人俺取るって言ってたけど、金も7000万だから6000万だったら一応取れる。で、今うちの補強ポイントどこ？ハーフか？外野？ファーストか？意外とこう、サードとかはいるんだな。外野がちょっと弱いな。ってなったら、あ、でも、外野か、ファーストか。でファーストね、ファーストだったら多分、アヘタン、来るかな。ファーストで、指定なし、ミートがうまい。若手。ミート A、パワー E みたいな外国人来ないから。そんな外国人がいたらめちゃくちゃいいんですが。パワー系が来そうだな。ファーストだし。ショートでね、エスコバーみたいな選手取るのもあるんだけど。正直外国人取ってる余裕がうちのチームにあるのかと言われればないんですが、1人目の外国人見てみよう。ファーストインプレッション、DDED、弾道1でいいんだよ。弾道は外国人取ろうと思ったんですが、これだけ最初に見せようか。まさかの辻田が謎の覚醒、2割8分5に3本39打点っていう成績。しかも、序盤3割3分打ってたんだよ。7月ぐらいまで。なんで外国人いらないなぁと思ったら、まさか2割8分5厘まで下がってしまった。まあいいでしょ。ホームラン2桁打たないし。っていう感じで、まあもちろん最下位ですわ。86勝52敗。あ、だこれ話だ。勝手に俺が優勝チーム見てた。49勝93敗。勝率は3割4分。あ、100敗回避初めてできました。おめでとうございます。ありがとうございます。投手成績は 3.90。1位、2位、実3位か。三振がやっぱ毎年少ないな。毎年打たせて取るピッチング。あ、でも名言だしね。そう、あ、とか普通俺名言だからあれか。投手有利になるはずか。だから三振少なくても抑えてんだな。打てんな。圧倒的だもんね。でも阪神とかホームラン87本しか打ってないのに655点も取ってんだよ。率だよな。685点に対してうち380だからね。ほぼ倍じゃん。そら勝てんわ。個人的な成績、今年はね、怪我人がね、いないんですよ。肩関節心損傷ならないように菅野と大野大事に使ったから、イニング全然食ってないけど。海老名が一番頑張ったのか。セシモもそうだけど、あのセシモに、この二人がダブルエースで、菅野、青野、福崎、大野、岩崎頑張ってね、2点台フィニッシュ。村石ね、途中から抑え、序盤良かったんで抑え任してみました。151キロ cc、 カットボール、スクリュース、プリティンガ、ファストボール、タイピンチ B、 タイ左 B。 5年目の25歳です。で、ケムラ中継ぎで1点台。又吉もなんだかんだ3点台フィニッシュ。海田も3点台。栗が4点台か。栗序盤良かったんだけどね。途中でちょっと、もう衰えてきたのかな。福が活躍しなかったね。8点台か。打っては、川村が1枚のが6球が、OPS これが1、あの、坂本がね、今外野の練習してもらってるんですが、坂本がやっぱ一番いいのか。松井正人もね、打ってんだよ。ノリノリだったから使ったんですが、途中。山部が意外と打ってないの。2割7分5人打ってる割には。まあ、とか、全員ハエタンなんだよ、基本的に。どうせハエタンになったら足速いやつ探した方がいいよな。こういうやつを揃えていくしかないの。 OPS7 を7全員でも弱いな。これどうやって勝とう。ホームラン2桁はいますか。うわー、小熊やべえ、8本か。お前なかなかうちを卒業する可能性あるぞ。お前8本ってなかなか危ないんじゃないか。君、川村が22個エラーしてたな。目をつむっておこう。途中康介がショートやってた時期あんのに22個もエラーしてるのか。やつはやばいな。エラーしすぎじゃないか。ベストナインはなし。ゴールデングラブは、菅野か。うわ、大山さん、勘を。マルティネス MVP。辰巳が首位打者盗塁王。最短で最高出塁。
大山やば。打撃タイトル5冠。小笠原が最多勝取ってる。大山が覚醒してる。どうした大山。さすがドライチ。金が入ってくる。森友哉監督変えない。俺はお前を引退した責任を取ってお前をずっと使い続けないといけないんだ。古田コーチ高っけーな。1億2500万。シゲ2500万よ。シゲにしよう。金が高すぎるわ。1億2500万はさすがに。いくら BB だろうがちょっと高すぎるわ。隼人は400万。大野も400万。岩崎、35歳、衰えてきてます。まあ、4000万でいいでしょ。来年 FA してくれる可能性があるんで。まあ、そうなったら大野とかも FA してくれる。でも、このやつらはもうベテランだしね。FA したところでだよね。まだやれる選手は FA してくれる可能性がある。小熊卒業する可能性あるんだよな。高木は420万。牧田も420万。牧田って FA だっけ？あ、FA な気がする。まあ、いや、1割8分だし。鈴木大地は420万。この辺はこのままでいいでしょう。あ、未年引退か。対左要員としてまだ残ってくる。大抜き一応逃げ玉。あ、でも420万。清田。いやー、清田監督かー。やだなー。やめとこう。清田は2軍監督にします。清田2軍監督。中井は対左あるでしょう。キョンペイは伸びもなくなったのか。引退してくれ。ケムラ、お前はどんだけ頑張っても420万だ。階段まだやれるでしょう。あ、なんかコメント欄であって、調子極端っていうのは能力的に不調でも絶不調になるだけで、特殊能力っていうのは発動するらしい。だから山本由伸の調子極端っていうのは別に消さなくてもよかったんだな。まあ消した方がいいっちゃいいか。あ、でも消さなくてもいい。どっちでもいいのか、正直。この辺はみんなもう420万よ。服ねー。服ちょっともうダメだな。伸びがなくなったらダメだ。コウスケは2割並ぶ5人打ってます。下鶴もね、なんだかんだ頑張ってんだよな。清田引退。ドラフト会議。やっぱ野手だな。野手が必要だ、うちには。ホームラン打たないいい野手。ホームランを打たないいい野手が必要なんですよね。で、これで投手見てると投手欲しくなるんだよな。だから投手の方が強いもん、正直。それかもガチガチで投手で固めに行くか。各球団のエース級みたいなやつを6人揃えて勝つか。あー、山越。あー、萩久保。弾道1。倉野。まあ、ドライチ投手でドラニから野手みたいな感じかな。ここはシーギでしょ。いやー、何球だこれ。11球団競合。やば。広島東洋古田一本釣り。11球団競合。どうやってこんなくじ引くんだよ。しかもそこまですごくないしね。どんだけ不作なんだ今年は。どっか一本釣りしろや。当たるわけないよな。11分の1だもんね。やば。びっくりした。まさかそんな競合すると。村山。これおそらくまた競合するよな。うん、まあ野手行こう。弾道に。キャッチャー一人欲しいんだよな。キャッチャーは下位でいっか。
守備考えたらこの辺かな。萩久保、さすがにこれは単独。あ、村山だったら強豪だった。山越も残ってる。でもちょっと高いんだよね。中込み行こう。中込み、うち今外野弱いんだよな。そういえば外野でなんかいいのいないかな。あ、倉野キャッチャーも欲しいね。この辺でキャッチャー取るのもあり。社会人ナンバーワンキャッチャー梅木だな。高校生行こう。でこの辺で中継ぎをちょっと一つまみと。おそらくそこそこいい中継ぎが残ってるはず。152キロの先発がまだ残ってる。151、徳永強くない？徳永この順位で取れるならお得でしょ。もうみんなドラフトやめてるじゃん。早くない？そんだけ戦力すごい。うちだけなんだけどまだやってんの。恥ずかしいんだけど。あの球団選手に困ってるんだろうなっていうのがバレバレじゃん、もうこの時点で。もうずっと最下位だからバレてるんかもしんないけど。お、高校ナンバーワン外野手がまだ残ってる。本当に高校ナンバーワン外野手なんですか？そして社会人ナンバーキャッチャーまだ残ってるんだけど。本当ですか？騙されてるかもしんない俺。このキャッチャーが、こいつはなぜこんなに残ってるんだ。やめとこう。なんか怖い。社会人ナンバーキャッチャーがその残ってたら怖いんだけど。萩久保、中込、倉野、梅木、徳永、敷部、小原、猿田獲得。今年も野手中心ドラフトになりましたね。萩久保、逆境ラインドライブ回復 B、 中込、ライダー併殺、倉野、エラー、梅木、片目一バントキャッチャー E、 徳永、球速安定、敷部、対左 B、 ポーカーフェイス、小原、流し打ち、カット打ち、猿田、粘り打ち、いいね。悪くないんじゃない？そんなめちゃくちゃ悪くはない。あ、つごーだ。つつぎょうは絶対2桁打つでしょ。あ、マルティネスが MVP 取って却下されてる。かわいそう。あー、出た、大山三冠王。3割5分7厘35本132打点10盗塁。三冠王の。三冠王取ってメジャー行くのかっこいいね。それはやることないわ、もう。しかも130試合しか出てなかった。いや、由伸行きてー。これ由伸行くべきか？赤と消えてるね。これ由伸行くべきですね。1億でしょ。これ由伸だわ。フッパするわ。あー、フランスさんもいるじゃん。シーランしかも。うわ、ゲンダ、アヘタンの神。アヘタンっていうか、ゲンダも欲しい。山本も欲しい。あー、いや、まあ由伸だ。これ由伸だ。フランスは最悪取れなくてもいい。5000万の単年契約だ。吉野部よ、絶対。吉野部絶対必要。2億。吉野部は必須きなんだ。よし。よしよしよし。2億で吉野部買っちゃった。やべ、金がなくなる。あ、カトリ取られた。まあいいや。いいよ、全然、全然。金の方が大事だ、今は。来たー、吉野部。山本、あれ、吉野部？あれ、吉野部がいねえ。あ、消えた。あ、いた。山本吉野消えたこと。よーし、いいぞ。メジャー行こう。来年メジャーだ。タイピン対左。タイピン対左。うち、教えれるし、いるよね。誰だ、コーチのタイピン覚えてるやつ。変われ。変われ、エビナ。いやー。ああ、タイピンは菅野か。いやー、こうだな。こうして、もうちょっとで覚えそうだし。綺麗。
タイピン。あ、逆にここで戦力外でタイピン持ってるやつを取れば、タイピンは教えれると。いや、4000万か。うわ、まっすんいるじゃん。いや、金がねえ、まっすん取ると。留学できる金がないけど、まっすんはめちゃめちゃ強いけど、中継ぎ1人取ったところでそんな変わんないんだよ、正直、うちのチーム。弱いから。なぜなら。安くてタイピン覚えてるやつね。安くてタイピン。32歳で無理だ。あー、一番安いのは誰？ 4000 万。あー、じゃあやめとこうか。1億8000しかないしね、正直金が。いやー、取りてー。取りてー。正直本当に中継ぎ1人取ったところで、大して変わんないわけよ。おい、いいよ、ハイタンがいるじゃねえか。こいつよ、こいつは神よ。鈴木大地の後継者、渡辺。正直、取ってる金がねえ。コルニエル。斎藤。平とかやれねえかな。1400万なんて取ってもいいでしょ。宮川ドラ1だよ。ヨザ。ヨザ1点大丈夫。ちょっといらない、平。ヨザにするわ。マスダ取りたかったな。金があればうちに。もう一回クビになるから、多分おそらく今年。その時から取ろうか。海外リーグ行きたかった。コリアリーグに山本由伸行かしたい。もう無理か、さすがに。さすがに由伸行けねえか。あー、バッター生かしたいけど、バッター生かしてパワー上がったら嫌だからね。まあ、ピッチャーで行くか。160キロの高柳。うん、川崎か。高柳、川崎をコリアリーグに行ってもらいます。韓国で何覚えるんだろうね、韓国のリーグ行って。あれか、韓国のリーグってなんだよ、KBO か。KBO はやっぱストライクゾーンちっちゃいから、ストレートが強くなるのかな。でもそういうわけでもないよな。全体的に能力上がるから何なんだ。あー、金が1000万しかねえ。金がねえ。WBC やったんでカットしてました。金はない。留学生はまだ帰ってこない。先発、あ、ピッチャー陣決めてなかったな。由伸帰ってきました。だから由伸がエース。由伸、菅野、海老名、瀬下、与座、青野。で、中継ぎに、どうするかだな。福崎を中継ぎに入れていいのか。誰で行くか。高木、かっこ賭博で行くか。野手の方、渡辺入れたいね。渡辺入って、で川端下げ、坂本が外野 F か。坂本も入れたい。康介抜け。康介もね、悪くはないんだよな。康介入れて、浅山抜け、鈴木大地どうしようか。鈴木大地入れてマシも抜け。なんかベテランばっかなんだけど大丈夫かな。川村サードに、渡辺使いたい。どこで使うか。サード渡辺で行ってみる。ファースト辻田、下鶴、山部、外野が弱いなら、ウイをサードで出して渡辺レフトでいくか。で、牧原。3番、4番、5番、6番、7番、8番。6番、7番、8番。これでいってみるか、ベストオーダーは。
で対左地は坂本康介鈴木大地は別に対左うまくはないが、まあでも対鈴木大地渡辺がちょっと弱え、今西は別に強くはない、せっかくだし使いたいしね、この辺もこうしてこうしてこうしてみようか、こんな感じで今年は戦っていこうかなと。吉信調子で処理投手処理投手ビハインドリードし、ビハインドビハインド、ケムナ去年良かったんだよな、白野が毎年いいとは限らん、まあ村石もそうだよね、そうなるとこんな感じでやっていきたいと思います。それではご視聴バイバイ、さよなら。